高齢ドライバーによる死亡事故の割合は増加傾向にあり、政府は防止策の検討を進めてきました。その中で警察庁は、事故を起こす可能性が高い高齢ドライバーに対し、運転できる時間や場所を限定したり、自動ブレーキ機能などを搭載した安心運転サポート車、通称サポカーに運転を限定する免許の導入を検討することを明らかにしました。 国土交通省もサポカーに使われる自動ブレーキ機能搭載の車の認定制度を検討する方針です。